山本乃木太郎。閉鎖を命ぜられた妖怪館。一心。早いものだね、ワイ君。君が東京へ帰ってから、早一月になるね。君と農業博覧会を見に行った自分は、 場場内は入場者のすし詰めで君は「なーんだこれじゃあ納涼どころか汗をかきに入ったようなものだ」と言ったほどの盛況だったがさすが今日この頃になると寂しいものだよ何と言ってももう9月の10日だからね納涼博もここ45日で平常するだろうと思っていると突然一昨日 その農薄が、その筋から閉鎖を命ぜられたよ。いや、農薄が閉鎖を命ぜられたのじゃないが、城内にあったあの農薄名物、化け物屋敷が閉鎖を命ぜられたのだ。その閉鎖を命ぜられる前夜、僕は例によって、全く例によってだ。君を案内した時にも話した通り、僕は農薄が開かれたから、 大体三十回の余りも入場しているのだから、脳博の門をくぐった。成果の頃には雑踏した脳博もさすがに寂しいものだ。入場者はちらりほらり、監修人の被っている聖帽の太い金筋を強力な電気が赤々と照らしているのも妙に寂しければ、五色の噴水も何とはなしに肌寒を感じせしめるのであった。 僕がこうたびたび30回のあまりも脳博通いをやったのはあの貧弱な脳博が好きなんじゃないあの化け物屋敷が妙に僕を引きつけたのだ僕はどうもあの作り人形の化け物を見ていると何とも言えぬ面白い気持ちになるのだ第一、不細工なあの幽霊だの大蛇だの三つ目入道などを見ていると それらの作り物を作った人形師。人形師というほどのものでもあるまいが。が、その幽霊の頭に長い髪の毛を植え、顔を塗り、眉間から赤い陰気で血をかきなどするときの心持ちが反射的に僕の心に映るのだ。さらに、あの作り物を動かすために、その後ろに隠れているであろう妊婦が綱を引くときの気持ちを考えると、 何とも言えぬ愉快になるのだ。辻堂の前に人の山が築かれる。薄暗い場内に月光を模した青電気が杉の小杖を照らしている。なんだなんだ一体これはどうなるんだ辻堂の前に溜まった一団の人たちは、はじめの間はガヤガヤと騒いでいるが、どうかした拍子に、 全くそれはどうかした表紙という言葉が適切だろう。しんと静まる潮時があるのだ。それは決してこの化け物屋敷がすごいからというのじゃない。君も知っている通り全く滑稽なほどバカバカしい子供騙しに過ぎないものだから。どうかした表紙という言葉が最も適切だと思うんだ。その潮時を見計らって、 後ろに隠れているであろう妊婦がその綱を引くと、その辻堂の扉が不意にパッと開いて、中からスルスルと幽霊がせり出す。辻堂の前の人たちは、わっという歓声。歓声はおかしいが、とにかく叫び声を上げる。その時の綱を引く妊婦の心持ちが、僕にはたまらなく嬉しいものに感じられるのだ。 そこで僕も思わず知らず声を上げて笑うのだ。わっと上がる歓声の中には、キャという女の声も、わっと泣き出す子供の声も、わははと笑う男の声も混じっているのだが、その歓声なるものの響きがまた僕にはたまらなく愉快なのだ。 僕はこの化け物屋敷特有の気分を味わうために、農博が開かれた数日後から毎日のように農博通いをやっていた始末だ。ところが、こうして毎日のように化け物屋敷へ通っているうちに、僕に一つの謀反が起こったのだ。別に大げさに謀反というほどでもあるまいが、とにかく僕は一度、 あの化け物を操る綱を引いてみたいと思い出したのだ。だが、いやしくも、というほど言われたわけでもないが、これでも法学士弁護士で、前のバツバツ地方裁判所判事だ。まさかにそれを志願するわけにもいかない。そこでせめては、化け物屋敷を一人で見たい、と、こう思い出したのだ。 大勢の人たちと一緒に見るときの気持ちは十分味わえたから、今度は一つ自分が一人で化け物屋敷を見るときの気持ちを味わいたい、と思ったのであった。しかし毎晩農博の開館は午後6時で、開館と同時に人が詰めかけるのだから、一人で入るにはどうしても夜遅く平常間際より他に仕方がない。そこで僕は、 その日午後の九時頃に農白の門をくぐったのであった。それが、その筋から閉鎖を命ぜられる前夜のことなんだ。城内へ入ってみたが、まだ化け物屋敷へ入るには時間が早い。そこで、これも僕の好きなものの一つである豪州温度の鈴木モンを聞いたり、伊勢神楽の曲芸などに時間を消して、 化け物屋敷へ入ったのは十一時ちょっと前くらいの時間であったろう。豪州温度だのカグラの曲芸。余興上の周囲などにはまだ人が散らずにいたが、さすがに化け物屋敷の中には一人の人影も見えない。しーんと静まり返っていた。足立ヶ原の鬼ババアも、三つ目入道の出る古寺も僕にはお馴染みの化け物だが、 その晩は妙に薄気味が悪いのさ。白骨のルいたる足立ヶ原の一つ屋で、ひょいっとのれんをまくって出バをくわえた鬼場バーが首を突き出した時には、毎晩見慣れている僕だが、その晩ははっとしたね。それからあのデラだって、いつもなら金を叩いている後ろ向きの坊主がひょいっと首だけを後ろにねじむける。 あの機械的な動作が滑稽に見えて愛嬌だったものが、やっぱりその晩は気味が悪いのさ。それから三番目が、そら、君がこれが秀逸だと言ったあの蚊帳の回さ。ちょうど僕がその前に立って蚊帳に映り出す幽霊の影を待っている時だった。シーンとした場内に、ぼそぼそと話し声がするじゃないか。 こんなに遅くなってから化け物屋敷に入るとは物好きな人だ。やはり僕と同じような人たちかな。こんなことを思いながら、植木屋からでも借りてきたらしい庭かごしらえの杉の生垣の隙間から透かしてみると、例の辻堂の前に白い浴衣に麦わら帽をかぶった男と浴衣を着た女の白い横顔とが見える。 どうも若い夫婦者らしい僕がふと気がついて向き直った時にはすでに自分の前の蚊帳から滑り出た幽霊は仏壇の中に消えていくところだった僕は一人で化け物を見たいと思ったのであったがその夫婦者が辻堂の前に立っている姿を見るとあの夫婦者が辻堂から出る幽霊にどういう驚き方をするだろう という例の興味が起こったものだから、仏壇の中に消えてゆく蚊帳の貝を尻目に見ながら、V 字型になった杉の生け垣の道をその角まで来た時だった。例の辻堂の扉がぎーっと開いて、スルスルっと幽霊がせり出してきた。するとその途端、キャッという悲鳴が起こって、 女がそこへ打ち倒れたのだ。さすがの僕も驚いたね。すぐに駆けつけて、夫らしい男と共に女を抱き起こして解放する。出口にある喫茶店の人たちが駆けつける。監視が来る。主催者側の新聞社員も来る。大変な騒ぎだ。辻堂の扉は元の通りに閉ざされて、 何事もなかったかのように静まり返っている。ところが、この騒ぎに当然飛び出してこなければならないはずの綱を引く妊婦が出てこないのを僕は不思議に思ったのであったが、これは僕ともあろうもの,の大きなうかつであったよ。なぜかといえば、これらの化け物の活動がいつの間にか妊婦の手を離れて動力に移っていたことに僕は気がつかなかったのだ。 僕はそのどさくさに紛れて逃げ出した。もしこんなことにかかり合って警察などで調べられたりすると、僕の職業柄ちょっと困るからね。脳白の門を出た僕は、ブラブラと音楽堂の前を下っていったが、ふと僕は、あの辻堂からせり出した幽霊が、いつもの幽霊とはちょいと違っていたように思われ出した。 扉が開いてスルスルっと幽霊が出た時には僕は三軒くらい手前から見たのであったがキャッという女の悲鳴を聞いて駆けつけた時にはすでに扉は閉まっていたから本当に僕はただ一目その夜の幽霊を見ただけであったがこの辻堂の幽霊は化け物屋敷の中で僕にとっては最も馴染みの深いものだから僕の目に間違いはないはずだがどうも僕には その晩の幽霊が毎夜のものとは違っていたように思われて不思議でならなかったものだから、明日の晩も化け物屋敷へ入って、もう一度しっかり見極めてやろう。こう思いながら帰ったことであった。その翌日だ。化け物屋敷が閉鎖を命ぜられたのは、その農業博覧会も、 昨夜限りで平常したよ。二神。弱り目に祟り目ということがあるね。去年の秋から今年へかけて、僕の事務所は散々な成績さ。そら、君にも話したことのある東海マッチの事件で、ね、東海マッチは僕にとってはドル箱だ。 僕が当地で一流で通っているのも、実を言えば東海マッチ会社のおかげだよ。その東海マッチの損害賠償事件で、僕は散々な敗北を取ったよ。寸出のことにまずになるところだったが、長年の関係でそれだけは免れた。そして、ほっと一息する間も終わらせず、今度の事件だ。これも僕が顧問をしている、 新築されてまだ間のないバツバツデパートを被告として起こった事件だがねその送達された訴状を一通り読んだ時からなんだか僕にはうるさい事件のように思われたが果たして厄介な事件になってきたよその訴状の内容というのはだいたい次のような意味なんだ原告はバツ月バツ日午後3時頃夫と共に買い物をしようと思って バツバツ通りをバツバツデパートの建物に沿うて夫と並んで歩いていたところが不意にバツバツデパートの屋上から並んで歩いていた夫の頭上へ人が落ちてきたそれがため夫はその下敷きとなって重傷を負い直ちに県立病院に入院したがそれが原因で ついに死亡するに至った。これは被告バツデパートが公衆の来週を目的とする営業をしながら、その屋上に完全な設備を施さなかったために起こった損害であるから、被告はその損害の賠償ならびに原告を医者する義務がある。と、こういうのである。僕は無論それに応訴した。 そしてすでに12回の口頭弁論が開かれて原告側からは5つの証拠物が提出され1回の検証があったその5つの証拠は僕にとっては随分痛い証拠であったがそのうちでも最も僕を手こずらしたのは相手方から本祖にせんだってなされた証拠保全の結果であったよその証拠保全の記録を見ると バツバツデパートがあまりに開業を急いだために、屋上周囲のコンクリートの塀に植え込まれた鉄棒に取り付ける金網がまだ一部分しか貼られていず、ちょうど原告が歩いていたあたりの上部はまだ金網が貼られていなかった部分で、ただわずかに鉄棒から鉄棒へ細い浅縄が二筋引き渡されてあったのみで、しかも被告側にとって最も不利益であったのは、 上部に金網を取り付ける設計のためコンクリートの塀が非常に低かったことと引き渡されていた2本の浅縄の上の1本がちょうどその箇所から切断されてそれを後で結び合わした跡がありありと残っていることであったこの証拠保全の結果だけでも僕にとってはかなり不利であったがさらに墜落した婦人墜落したのは256の女であった が、墜落の刹那に同じ屋上にいて、それを目撃したという証人は、一人の婦人が塀のそばに立って、右手に鉄の棒を持って辺りを眺めている様子であったが、二度目に証人が見た時には、右手はしっかりと鉄の棒を握っていたが、その上半身は随分前へ乗り出して、そのために細い麻の綱はピンと張り切っていた。 ああ、危ないなと思う間もあらせず、右手が鉄棒を離れたと思うと、浅縄のピンと切れる音がして、女の姿はもうそこにはなかった。と証言している。この証拠保全の結果と証人の証言とは、どう考えてみても被告側の不利である。このままに決心されたら僕が負けることはもちろんだ。 ただ、こうした最も有力な証拠を根本から覆す反証は、ただ女が自殺の目的で飛び降りたものであるという事実を立証するより他はない。この事実が明らかになりさえすれば、責任は自殺者に帰することになって、バツバツデパートの設備の不完全が原因とはならないのだから、証拠保全の結果も証人の証言も何の力もないものとなるわけだ。 そこで僕は女の墜落が自殺か誤しかということを極めるために全力を注いだ。それには第一、墜落した女の身元を明らかにする必要がある。そこで色々と手を尽くして調べてみたのだが、当時の新聞では身元不明のため市役所へ引き渡したと載っているだけで、その女の身元がはっきりとわからないのだ。 ただ、去年の夏頃、新地のバツバツ座という色物席へ、半月ばかり、長吉と名乗って出ていた芸人であるということが分かったので、早速工業主について聞いてみると、長吉という女は、去年の夏頃、東京から私を訪ねてきたもので、こういう社会のことであるから、その身元などは全く知らない。が、ちょっと顔もきれいに作れるし、 芸は三振も持てば鼓も打つ。歌もやれる。その上に舞の字があって、所作がかった芝居事なども随分器用だったので、ちょうどその頃は脳白の余興を引き受けて掛け持ちをやらせていたため、原因に不足を感じている当時であったから、足を止めさせようと思ってかなりにいい待遇を与えたのであったが、どうしたものか半月ばかり働くと、 ふいっと姿を消してそのままになっているということが分かったのみでそれ以上のことはどうしてもわからないのだそこで君に頼みたいのだが二つも仕事を持っている多忙な君にこういう厄介な用事を頼むのは気の毒な気もするが幸い君は探偵小説を作る男だまんざら縁のない仕事でもないから 一つ、この長吉の東京での、いずれは浅草ものに違いない、身元を調べてみてくれないか。東京における彼女の同性と関西落ちの事情が分かれば、長吉の墜落が自殺かごしかを知ることもできるだろうし、もし自殺であれば、その原因を知ることも容易であろうと思うのだ。一つ、頼むよ。 三振長吉の身元捜査に行き詰まった僕は、君の返事を一縷の頼みとして一日先週の思いで待ったのであったが、あの手紙を見てすっかり落胆した。しかし君があれほど調べてくれて判明しないものなら、これ以上手を尽くす余地もあるまいから、この上は別な戦法を取るより他はあるまい。 と言って僕には今何の当てもないのだ。全く窮地に陥ったよ。この手紙を受け取る前日が第13回口頭弁論の期日だったが、君からの返事は届かず僕の手に証拠物はなし、法廷に立てば相手方は必ず弁論の続行に反対するに違いない。もし裁判長が続行を許可してくれなかったら、それでけりだ。 と、こう思いながら僕は法廷に立った。そして僕は証拠準備のために続行を求めた。すると相手方の K 弁護士が立ち上がって何か言おうとした。多分決心を求めるためだったろう。その時に何か後ろで小さい女の声がしたように感じられたので僕は後ろを振り向いた。K 弁護士も振り向いた。 そこに一人の女が立っていた。すると、K 弁護士は、つかつかと傍聴席に近づいて、二口三口何事か女と囁いたのである。女というのは、年の頃は二十一にで、髪は大し曲げ、引きま眉、頬紅のこってりとした厚化粧。水色の白合子の炉の着物に、エビ茶無地の一絵帯を胸の上に締めている。 どう見てもカフェの女という柄だ。まあ、あんなのを現代的美人というのだろう。そこは商売柄だ。この女がこの事件の原告本人であるということは僕にはすぐに合点されたのだ。ところが僕はその女を一目見た時から、ハテナ、この女はどこかで見たことのある女だが、とすぐに感じた。 相手方の K 弁護士は僕の予想の通り決心を求めたが裁判長は続行を許可してくれたので僕はほっとした法廷を出た僕は K 弁護士と女とが廊下で何事かを話し合っている姿を再び見た弁護士詰所に帰ってからも事務所へ帰る電車の中でも僕はあの女を思い出そうと焦った その女の住所氏名は無論訴状に書いてあるが、それではなく、どこかでその女を見かけたような気がして仕方がないのだ。これを思い出したからとて、この事件に何の変化も持ち来たせそうにないが、相手方は決心を急いでいる。有力な証拠は5点も出ている。それに僕の方には何の反証もない場合だ。古い奴だが、 溺れる者は藁をもつかむだ。この女のことを思い出すことができたら何か大きな反証が得られそうな気がしてならないのだ。がしかし、それが容易に思い出せない。街路で通りがかりの女とふとすれ違って行き過ぎてからどこかで見たことのある女だと思うことがよくあるだろう。そしてよく考えてみると、 自分の知っている人に似ていたに過ぎなかったり、昨夜見た夢の中の女の顔であったりすることはよくある例だ。ちょうどそういう風に見た女だと思った原告本人は、それに類する僕の錯覚であるかもしれぬと思ってみたりするのだ。こんな役にも立たぬことを考えているうちに、四五日の日が経ってしまった。 このまま次回の弁論記述が来たら決心は免れない。無論、僕の負けだよ。四神。思い出せたよ君。あの女が。この月の20日から、バツバツ新聞の年中行事である、例の農量博覧会が開かれるのだ。 今朝バツバツ新聞を見ると、その第一ページにその社国が出ている。それを見た瞬間、ふと思い出した。あの女、原告本人は、そら、去年の夏、君に手紙で言ったことのある、化け物屋敷で気絶した女だ。しかも僕がその夫らしい男と共に解放までしてやった女だ。 ことの起こりが化け物屋敷であっただけに、妙なところで因縁が結びついたものさ。僕はそう知ったとき、なんだか暗闇から明るみへ出たときのような気がした。そして事件に大きな巧妙を認めたように思った。が、しかし時間が経つに従って、何のことだ。 よしその女が去年の夏、脳白の化け物屋敷で気絶した本人であることが分かっても、それがどうして今度の事件と関係があるのだ。どうしてそれが結びつくのだ。そう思うと、何のためにあの女を思い出そうと努力したのだか、全くバカバカしくなって、俺の頭は近頃どうかしているのだなと思ったことだ。 ところが僕はすっかり忘れていたのだが、そっとした女を思い出すと同時に、そら、あの辻堂の幽霊のことを思い出したのだ。あの晩の幽霊は確かにいつもの幽霊とは違っていた。が、あの幽霊も、どこか他のところで見たことのある幽霊だ、なんてとんでもないことを考え出したものだ。こういう風うに、 あの女を思い出したことは事件にとって何の役にも立たないばかりか。かえって事件の証拠収集に妨害となるばかりだったよ。僕はもう事件を投げ出してしまった。次の弁論記述は欠席してやろう。欠席のまま判決を受けてやれ。こう投げ出してみると気分もサバサバとして頭までスーっとしたような気がする。 翌日は日曜だった係争中の他の事件で面会せねばならぬ人もあったのだが僕はその日一日は事件のことなんか何にも思い出したくないと思ったのでカメラを肩にしてぶらりと家を出たどこと言うあてもなしに家を出た僕はその真夏の暑さにカメラを担ぎ出したことをすぐに後悔し始めたが社友会のこれでも僕は社友会の会員だ 課題が成果であったことを思い出し、つい近くのえげ山公園に登ってみた。山上に三脚を立てた僕は、緑葉樹の黒い茂みを近景に、強力な太陽を反射してギラギラと光る大阪湾の海を一枚取った。さて、どこへ行ったものか、と迷っている僕を誘惑したのは、山裾を大きな池に沿うて伸びている一本の小道だ。 小道はいかにも暑そうであったが、黒くよどんだ水の色も良ければ、小道のうねうねとした曲線も良い。さらに、その小道の彼方の山っそを迂回して隠れているあたりに、うっそうとして茂った小さな森は、十分に僕を引きつけた。早速僕はその円形にレンズを向けた。チェハンの小道の暑さは、森についてみるとすぐ報いられたような気がした。 それは、その森が小さな森に似合わず、五六本の鬱蒼とした老樹の小に覆われて、湿った空気がひいやりと肌に感じられたからであった。いずれは伝説の森であろうが、郷土歴史に無関心な僕にはそれを知ろうはずもなく、また、市街から十丁と隔てないこんなところに、くまでも静寂な別天地があろうとは思いもかけぬことで、全くその日初めての発見であった。 森の中央には狐格子の小さな祠が立っている。その格子には白紙で巻いて水引きを祝えた幾本もの女の髪が吊るされてある。吹くともなしに吹く風にその髪はゆらゆらと揺れている。その祠から少し離れたところに二つぼばかりの建物がある。近づいてみるとその建物の工事戸に一枚の生札が打ち付けてある。 ほこらもその建物も相当に古びてはいるが、その制作は幾分風雨にさらされて黒ずんではいたが、その文字ははっきりと読むことができた。その制作には、自懇三郎を禁図、罰罰剣、と書かれていた。あまりの静寂は一種の気味悪さを僕に与えたが、熱い道を歩いてきた後で、 祠の前に腰を下ろして汗をぬぐい、たばこを吸い、そして立ち上がるとピントガラスを覗き回った。が、どこも絵になりそうにない。最後に森を出ようとしたとき、僕はそこにある杉の大木を見て思わず足を止めた。人抱えもあろうと思われる大木には、しめ縄が張り回してある。 その大木を金鋭に茂った杉のしずえを通して祠を見ると、因果にはいい構図だ。僕はすぐに三脚を立てた。森の光線は暗いが、僕の手札のカメラはテッサーの死後がついている。次の大木としずえを思いっきり金鋭に入れて、ピントを決めてシャッターを切った。帰宅したのは四時過ぎであった。今夜は現像。 明日の晩は引き延ばしだ。バツバツデパートの事件さえ成り行きに任せば、心にかかる雲もなし、というやつさ。五神。カメラを担いで回ったのは翌月の第三日曜だった。 その翌日月曜日が第14回口頭弁論期日だったが、無論僕は出頭しなかった。ところが2、3日すると、来たる罰月罰日午前9時に口頭弁論期日を延期する旨の通知が来た。これは思うに、K 弁護士が紳士的態度で僕の利益のために延期を求めてくれたものと見える。 それが帰って僕にとっては迷惑なことであったのだが、僕は現像を引き伸ばししてから、急にもう一度この事件に最後の努力をしてみようかという勇気が出た。そういう勇気の出た原因は、期日の延期されたことも無論その一つではあるが、あの、大杉と誇らの因果が最も大きな原因なんだ。すぐに現像をやろうと思ったのであったが、 大義だったものだからそのまま売っちゃっておいたのだが、期日延期の通知を受けた夜、ええー、どうでも勝手にしろと捨て鉢な気になって3枚の甲板を現像してみた。2枚は全然ダメだったが、例の大杉とホコラは非常にいい調子が出ているのだ。構図も型にはまってはいるが僕の好きな構図だ。その1枚だけを僕はその翌晩引き伸ばしてみた。 四つにはちょっと無理かなと思ったが、現場の調子が良かったので立派に出来上がった。明くる朝、僕は構図を決めて周囲を切断しようと思って因果を見ると、金鋭に取った杉の大木の上の方に、何かこう噛み切れらしいものがくっついているらしいのだ。僕ははじめ杉の皮が剥がれて膨れているのかなと思ったのであったが、よく見るとどうしてもそれは噛み切れらしい。 その紙切れには、爪楊枝のようなものが2、3本突き刺さっているように見えるじゃないか。引き伸ばしにはベクトを用いたから、絵が難聴になっている。そこで僕は修正台の上に白紙を敷き、その上に原板を乗せて、持ち合わせの拡大鏡で照らしてみた。原板では、杉の大木に鋭くピントが合っている。川の肌までがはっきりとわかるのだ。 その大木の締め縄のやや下のところに紙切れらしいものはついているのだ。それをよく見ると、どうやら写真らしい。しかもおぼろげながら二つの人型が見える。そしてそれに突き刺さっている爪楊枝のようなものは、釘らしく見えるのだ。僕はピントガラスを覗いた時にピントを合わすために十分注意したが、 こういうものがついていようとは思わなかった。化け物屋敷へ日産する僕だ。この変な紙切れを極めないはずはない。その日の午後、僕は書生を連れて祠へ行ってみた。果たして杉の大木についていたのは、台紙に貼られたままの手札型の写真であった。しかも写真には、 五寸釘が五本まで打ち込んである。どうも、旧式な呪いの釘というやつだ。今の世の中に、こうしたバカバカしい迷信で人を呪うものがあるのかと、僕は全く驚いた。こういう話は、僕らが6歳か7歳の頃に、母の寝物語に、牛の時参りとして、頭にろうそくを立て、胸に鏡をかけ、右手に金槌を振り上げて、 藁で作った人形を木の幹に打ち付けるという話を聞いたことがあるくらいなもので、今の時代にこういう方法で人を呪うものがあろうとは想像もできないことであった。やっとのことでその写真を引き剥がしてみると、風雨にさらされたためか色は合わせて、六本の大きな釘穴のために存じてはいたが、それが男女の全身像であることはすぐにわかった。 その顔の中央に各一本ずつ五寸釘が打ち込まれているために顔面は潰れて何人とも判断はできない。あとの四本の首は胸部に各一本ずつと驚いたことには極部と思われるあたりに一本ずつ打ち込まれているのだ。裏を返してみて僕はさらに驚いた。太い毛筆の折れ釘流で らめしや、らめしや。この恨みはらさで置くべきか。おおのれのれ、今に見よ。きっと思い知らすぞよ。らめしや、口押しや。と書いてある。その字が、 また、小学一年生の聖書でも見るように手札の台紙いっぱいにべったりと書かれているのだ。僕はそれを見た時には思わず吹き出したね。だが僕は、それを見ているうちに笑うことをやめなければならなかった。というのは、その太く大きな字の奥に、細く細かな字が沈んでいるのを見出したからだ。 その字もところどころの釘穴のために存じていたが、山木一夫24歳、妻花、二十歳、と判読できるのだ。言うまでもなく、花とは原告本人で、山木一夫というのは訴えの原因となっている花の夫で、圧死した男なんだ。 僕はこの偶然な拾い物に小躍りするほど嬉しかった。事件の一切が明瞭になったような気がした。諸星を連れて帰る途中も僕は貧弱な推理力を働かしてみたが結局ダメだ。化け物屋敷で卒倒した女が原告本人であり、呪われた写真の二人が原告とその圧死した夫だということが分かったって、それがどうしてこの事件に関係があるのだ。 僕の頭はまたぐらぐらし始めた。化け物屋敷でと倒した女が潜入手となって、またしても僕はそれを事件に結びつけようとする。僕にはどうも事件の考え方が横道へ逸れているように思われて仕方がないのだ。ワイ君、一つ僕の第一審から手紙を読み直してみてくれたまえ。そして、 君の推理によって考えてみてくれたまえ。六神。何のことだ。圧死した男が山木一夫なら、落ちた女は和夫の前の上婦の長騎士だろう。 和ズとお花の二人がむつまじげに歩いている姿を上から見下ろした長吉が、二人の目の前で死んでやれと思ったことは無理のないことだ。それが偶然にゅうの形となったことは、長吉にとっては満足なことだろう。これだけのことが僕にはわからなかったのだ。 僕は次の口頭弁論で一つの証拠を提出し、一人の証人を申請した。この一人の証人を得るまでには相当の苦心をしたものだが、これは次に会った時に話すことにしよう。一つの証拠というのは、無論例の五寸釘の写真さ。そしてその証拠説明として、被害者和夫と長吉はかつて最も深い上的関係があり、 捨てられてから後は、二人を非常に恨んでいたこと。一人の証人によっては、写真裏面の筆跡が長吉のものであるということと、長吉が常に自殺の危険があったことを述べたが、その日長吉が自殺の目的でバツバツデパートの屋上へ登ったという証拠はどうしても得ることができなかったよ。何と言っても、 下を通る二人を見てから自殺の決意をしたのだからな。事件は決心した。判決はバツバツ日だ。温泉へでも行こうかと思っていた僕は、また農博へ通い出した。化け物屋敷も許されている。化け物の趣向はすっかり変わっている。が去年の通り、化け物屋敷と T 字型に接続している余興場では、 去年好評であった四谷階段を打ち出しに据えている。舞台の横に張り出している番組には、四谷階段、立花屋形造、引き抜き実演、家門、形造、お岩、染めた、と書いてあった。去年は確か、お岩は長吉がやったはずであったよ。